と身を統合させること、両者が揃って初めて神の国の神の御用ができるようになる。ようこそ、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。今日は見えない力のお話です。私たちは見えない力の存在があるのかと聞くとないように思ってしまいますが、見えない力って本当にないのと思うと、実はたくさんの見えない力で生かされていることがわかります。それは電波であったり、電気であったり、そのものとしては見えないもの、その存在は知っているにもかかわらず、当たり前にあると思っていて、でも理解を超えるような現象を説明するときに見えない力があるとは考えない、認めたくない人が多いようです。でもそれこそがうまくいく人といかない人の違いにもなる、そんな話をします。見えない力といえば、みそぎの玄米、竜神の力を宿すユニアの実りを食べると元気が出たり、運気が上がったり、健康になるのを感じます。それも見えない力によって動かされていると言えます。ユニアの実りについては概要欄にリンクがありますのでチェックしてみてください。火月神事解説シリーズ下妻記第21章についてお話しします。あなたは自分の内側の霊性という部分と外側の現実のバランスが取れていると感じているでしょうか。あまりそのようなことを考えすらしないという人が多いと思いますが、実はこの2つがバランスが取れていなければ真の幸福や現実を変えることは難しいんです。そのことを火月神事の神様は予言されていて、今日も火月神事を読み解いていきたいと思います。このチャンネルでの火月神事完全解説シリーズでは、第1巻である上妻記からずっと一丁一丁全て解説をしてきています。非常に大事な予言が山盛り入っていますので、この動画を見終わってからで結構ですので、ちょっとずつ気になる章を見てみてください。これ見てみようかなと思う動画を見るときにあなたに必要な気づきがおりますので、ぜひやってみてください。火月神事の神様は気の領域、見えない世界と身の領域、見えている世界を統合させる、これこそが本来あるべき神の世に戻る大事な鍵であると教えてくださっています。もし私たちが見えない世界、現実には見えていない世界をないとしてしまうと、物質的な世界ばかりにとらわれてしまい、どんなに努力をしても不完全な結果になるということになってしまいます。逆に見えない世界、精神性とか霊性とか物質界以外のことばかりに頼ってしまって、現実を見ずに行動もしなければ、もちろんあなたは結果が出ないので、そのことにより苦しむことになってしまいます。これらはバランスさせることが大事です。でも往々にして私たちは目に見えるものにとらわれがちです。人生に見えない力が働いていると体感はしてない人が多いですが、でも見えない力が存在していることは間違いありません。それはスマホで情報を送るにも電波がなければいけないし、充電している電気がなければ無理です。ただそれらに関しては三角形の4本の柱が何本立っているかで電波があるということを可視化できるし、充電の電池のマークで充電の様子が分かりますので、電波があるとか電池があるとか分かった気になっている。でも実際には電波や電池、電気は感じていません。そのように電気や電波のような見えない世界に私たちは影響を受けて生きている。これは間違いないんです。そのことを改めて考えてほしい、そういった意味でこの動画をお届けしています。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは火月神事の神様がおっしゃっている気と身のバランスを取ることが大事だという概念を知ります。どれだけそれが重要なのかも理解できます。そして今後あなたが気の世界と身の世界を統合させることを意識するだけで、思ってもみないような幸運に恵まれ、人生の質がはるかに向上します。あなたの未来をより良い方向に導き、成功と幸福を手にするための大事な話をしますので、今日の動画を最後までご一緒ください。火月神事とは、火月神事は第二次世界大戦の終戦前年、1944年から17年にわたって国の床たちの神という高格な神様が神道家の体におり、その神道家の体を使って17年にもわたって書き記された大予言集、それが「樹神事」です。樹神事の中では初めの大峠という第二次世界大戦、大東亜戦争の末期、そして終戦から GHQ の占領政策、その間初めの大峠という大混乱、大波乱として予言し、ピタリと当てています。そしてその初めの大峠を予言すると同時に次の大峠というのも予言していて、それがまさに今2024年から2025年にかけて正念場になってくる、そんな予言がされています。今日はその樹神事の第2巻下妻記の第21条を細かく区切りながら何が書かれているのかをお伝えしていきたいと思います。では早速始めていきましょう。下妻第21条。かばかりでもならぬ、みばかりでもならぬ、神が誠の神の元の国の姿ぞと書かれています。まずこのちょんというのをかと読みますが、このかばかりではいけない。ただ丸というみ、みと読みますが、このみばかりでもダメだ。両方が揃って神になって本当の神のもとつ国、神のもともとの国になるのだということをおっしゃっています。少し解説を加えますと、かというのは見えない世界、見えない領域、気の領域です。魂とか霊とか中身とか中心、そういったものをかということでちょんで表されていて、み、これは見えてる世界、身の世界、体とか物質とか行動を表す世界、それを丸と表現されています。このかとみが一つになって本当の神様がお作りになられた元の元の世界であり、あるべき世界になる、そうおっしゃっています。地球は物質性に凝り固まりすぎていますので、見えない存在、見えない領域を否定したり無視してしまったりする傾向がありますが、その見えない領域を大事にしなければいけない、まさにそれをトレーニングする場が地球ということでもあるんです。ですから元の神の世界を思い出し、理想の世界に地球をすることが地球に生まれた意味だとも言えます。では続いていきます。元の神の国の臣民は神であったが、かが神国に残り、身が外国で栄えて、どちらも片輪となったのぞと書かれています。ここで書かれている意味は、世の元となる神の国の人間は神が統合された人身を両方理解する人であったが、精神性ばかりのかの国と物質性ばかりを追い求める身の国、これらに分かれてしまってどちらも不完全な国になってしまったのだということをおっしゃっています。続いていきます。かも片輪、みも片輪、かとみを合わせて誠の神の世にいたすぞ。ここは分かりやすいかもしれませんが、かだけでも不完全であり、みだけでも不完全でそのままではいけない。木の領域と実の領域を合わせて本当の神の国にするぞ、覚悟はいいのかということをおっしゃってるんです。続きます。今の戦はかとみとの戦ぞ。神の最後の仕組みと申すのは身にか入れることぞとおっしゃっています。今の世界、これは第二次世界大戦、大東亜戦争です。この戦争はかとみの戦争だ。神が最後に起こす仕組みは、身の領域しか見えてない世界に見えない領域を見る目を入れて、木と実を統合させ君が代を作ることだということをおっしゃっています。ただ樹神事は8通りに読み解けるとおっしゃっていて、次の大峠の予言でもありますので、次の大峠というこれから来る本番の大峠は物質偏重主義と精神性中心主義の戦いだとおっしゃっていると捉えられます。今後大峠によって物質性中心、精神性中心との対立が起こり、潰し合いが起こっていくという予言でもあります。そのような泥沼な状況を乗り越えるためには、木と実の統合がこの世界を導く大事なことであり、それこそが神が下ろす一輪の仕組みなのだということなんですね。では次です。身もごぞかもごぞ、どちらもこのままでは立っていかんぞと書かれています。身という物質世界はごであり半分である、十という満ち足りるところまでは行っていない。またかも同じで5であり半分、10まで足りない。どちらも今のままでは成り立っていかないから、自分が今中途半端で不完全であることを認識しなければいけない。そして気と身を統合しなければいけないということを理解しなさい。そうしないとこの先大変なことになるぞということをおっしゃっています。次いきます。一輪の仕組みとは、身に神の国の果を入れることぞ、よく心に畳みておいてくれよと書かれています。神が最後の最後に下ろす一輪の仕組みというのは、身の領域である物質世界に神の精神、気の領域の精神を入れて統合させる仕組みなのだ。気身がえを作る、それが仕組みだ。このことはよく理解して覚えておきなさいとおっしゃっています。次です。神は10柱59柱の体持っているぞとおっしゃっています。ここははっきり読み解いているところってほとんどないと思いますが、予言天狗流でお伝えします。この部分59については、以前もこの火月神事完全解説シリーズの中でお話ししたことがありますので、まずそこを復習としてお伝えします。上妻記第13章、元の人3人、その下に7人、その下に749人、合わせて59の御霊あればこの仕組みは成就するのだと書かれています。この意味を簡単にお話しすると、元の3人というのが造化三神、この宇宙を作られた御柱の神様、雨のみなか主という造物主であり創造神、そしてその雨のみなか主の陽の働きをする高見結びと陰の働きをする神結び、この3つが宇宙の原理原則を表しています。そしてその下に7柱の神様、御柱の造化三神と合わせて7柱の神が主権在位の神といって、ユダヤの英知である命の木の10個の玉に該当する大事な神です。ですから御柱の神の下に7柱、イザナギ、イザナミ、アマテラスオオミカミ、つくよみ、すさのう、まさかつあかつ、かちはやひ、雨のおしおみみ、そして大国主、この7柱の働き自体が木火土金水という必要と対応しています。そしてその木火土金水の天体の力が地上に起こる現象、全ての現象を太極、両義、師匠と言います。太極という一つ、そしてそこから分かれた両義、そしてそこからまた2つに分かれた師匠、4つの現象、これらが124で7、全ての7柱に7つの現象があるので7149になるんです。3749、これで59です。そしてもう一つの読み解きとしては、一番上に君のミトコンドリアというスメラミコトのミトコンドリアを持つ3人のスメラミコト、そしてそのスメラミコトを支える7人のオミのミトコンドリアを持つ人、この7人のオミのミトコンドリアを持つ人は君と出会うことでスイッチが入ります。スイッチが入った状態で君を補佐するオミ、これに出会った時に民のミトコンドリア7人は反応しスイッチが入ります。すると3人の君のミトコンドリア、7人のオミのミトコンドリア、そして7749人の民のミトコンドリアを持つこの人数がこの地球上でスイッチが入れば、それがどんどん拡散していって弥勒の世に進む一輪の仕組みが発動するんだということをおっしゃっているんです。それが神は10柱59の体持っているぞという意味になっています。では続けます。50と9柱の御霊の神々様、お待ちかねであるからはよ参りてくれよ。これは先ほどお伝えしたように、59の君を見た目のミトコンドリアを持つ人、そしてそれぞれ対応する神々様がお待ちかねなので、早く御霊磨きをして神様のお役に立つ御用をしてくれということをおっしゃっていました。では最後になります。今度のお役、大層であるが、末代残る結構なお役であるぞ、ということです。今回の大峠での神様のご期待に沿うお役立ちをする御用というのは、大変な苦労を伴う難儀なものだ。だが、それを成し遂げれば、末代まで称えられるような素晴らしいお役目である。心して取り組みなさい。ということをおっしゃっていました。いかがでしたでしょうか。今回の調では、気と身を統合させること、どちらかだけではダメで、両者が揃って初めて、神の国の神の御用ができるようになる。そのためにも、気の領域も身の領域も大事にしなさい。ということをおっしゃっていました。神の仕組みのヒントとして、2柱の宇宙原理、原則。そして、7柱の地球を取り巻く天体の力。そしてその影響を受けて地球で起こる7つの現象。それらが全ての地球の現象を表していて、それらは全て気と身の領域が影響している。その認識を持ちなさいということが、今回おっしゃっていた大事なことでした。まず、その理解をすること。そして、一人一人にスイッチが入ること。それこそが神様が下ろす一輪の仕組みであり、そのことにより弥勒の世に進むんです。そして一人一人で言えば、そのために御霊磨きが大事で、身と魂をみそぐ、クリアリングしてきれいにする。チャージングしてもっと光り輝くものにする。それをしていかなければいけなくて、今回来る大峠というのは、大変な事態だけれども、やりがいのあるお役目だから頑張りなさいということでした。これから来る大峠である次の大峠では、気と身の戦い、対立になるということも理解しておいてください。今ネットで論争になっていることなどを見ると、気の領域を見ている側と全く見ていない側、その争いのようにも見えます。そしてそれはこれからも加速していきます。これから二極化は激化しますが、その流れには乗ってはいけないということを改めて肝に銘じてください。今日の第21条を踏まえて、視聴者であるあなたにやってほしいこと。それは、気の領域、見えない力を感じてみる、考えてみるということをやってほしいです。見えない世界があって、それが現実として見えている世界に影響していると考えてみてください。冒頭でスマホの例をお話ししましたが、スマホが動くのは電波があるからであり、電気があるからです。これは江戸時代の人から見たら、神か妖怪の仕業だと思うに違いありません。私たちは電波や電気があるということを認識しているので、そのスマホが不思議ではないんですけれども、江戸時代の人にとっては全く理解ができません。それと同じように、今私たちが不思議に思うことは、後々の次元が上がった次元の人から見たら、そんなの当たり前じゃんと思うことが見えていないだけ。その見えていないことが気の領域なんです。だからあなたがうまくいったこととかうまくいかなかったことは、気の領域の力があった、もしくは力が働かなかった、そのように考えてみるということをやってみてください。答えの結果はどうでもいいです。検証もできませんので、そうなのかもしれないだけで十分です。それが気の領域とつながるトレーニングでもあります。自分は自分ができる努力を最大限にした上で、そこから先は気の領域に力を借りるしかない。その気づきが得られれば、このトレーニングは続けていけるし、続けることでより気と身をあなたの中で統合させていきます。それがかとみが合わさって神になるということだと思ってください。あなたの気の領域を増やしていくトレーニングだと思って、ぜひやってみて、変化や気づきがあればコメント欄で教えてください。では今日の話をまとめます。今日は火月神事下妻記の第21条を読み解いていきました。その中で神様がおっしゃっているのは、気と身を統合させること、両方を統合させて君が代を作ることが大事であり、それこそが神が下ろす一輪の仕組みであるということをお伝えになられていました。そのためにも、君のミトコンドリアを持つ3人、オミのミトコンドリアを持つ7人、そしてオミの下にそれぞれ民のミトコンドリアを持つ人が7人ずつ、この合計59人がスイッチが入れば、神の仕組みは発動し、この世界を弥勒の世に進める。そういうお話でした。ですから、まずは一人一人が気の領域があることを認識して、気の領域によって身の領域という物質世界が成り立っているということを再確認する。そういう意味で、あなたにやってほしいこととして、気の領域、見えない領域の力を感じること、考えてみること、それをお勧めしました。ぜひ、弥勒のように進むための神の御用をして、末代まで称えられるようなあなたになるための大事なトレーニングだと思ってやってみてください。また、その結果や気づき、変化などがあればコメントで教えてください。大峠はまさに目の前に近づいてきています。その大峠に流されない、淘汰されないためにも、これからのどんな意識で生きるかが大事です。ぜひ今日の内容をしっかりと理解してもらえたらと思います。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメント、シェアをお願いします。今、予言天狗と LINE で友達になっていただいた方には、素敵なプレゼント5つと、天命、地名、画名というあなたが決めなければいけない大事な使命の決め方についての情報や、丹田活瞑想という自分の体の中に気と身を統合させる真の瞑想法、その情報を配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。あなたは新潟の笹団子って食べたことありますか？母が甘いものが好きで、笹団子が好きなので、ちょっとまとめ買いして食べてもらってます。僕もあまり甘いものは好きじゃないんですが、甘すぎないので美味しいと思います。普通は常温で食べるものだと思いますが、僕は蒸して熱々で食べてます。それほど安いものではないので、また入手経路も新潟以外では難しい部分もあるので、通販で手に入れるか新潟に行った時にという感じになっています。話が変わりますが、新潟といえばお米どころ、白米もいいんですが、玄米も食べてほしいなと思います。できれば無農薬無化学肥料で自然栽培がいいと思います。玄米をよく拝み洗いして、僕は53回拝み洗いしていますけれども、それを水につけて48時間から72時間すると発芽しますので、その発芽玄米を水多め、塩を入れて炊きますと柔らかく美味しい玄米になります。今までの玄米とイメージが変わると思います。この玄米だけで炊いて食べてもいいんですが、白米に混ぜてもいいです。特にみそぎの玄米であり、龍神の力を宿すユニアの実りは、それを混ぜるだけで運気が上がりますし、邪気よけ、みそぎにもなります。健康にもいいので、ぜひやってみてください。ユニアの実りは概要欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。インスタ等の口コミが載っていますが、確認するだけで面白いです。また、10月29日出版する開運年表、予約もありがとうございます。1冊で5年分の毎日毎日のすべきこと、そしてカタカムナカズータ歴も載っていますので、そのカタカムナカズータ歴を口に出すだけで月の力を下ろし覚醒していきます。覚醒できる本、なかなかありませんので、ぜひチェックして予約してみてください。ということで、ではまた。